しぶりに甲府支援にやってまいりました。この堤防は昔山がありましたね。ひょうたん島みたいな山が、その裏山の裏山のある川がですね、深くてめっちゃ怖かったですわ。多分ここ辺ですかね、ボート乗り場があったんですけど、家になってて、大小屋がありました。今めっちゃ浅いです。これじゃあボート乗り場にできませんね。もっと川幅あったような気がするんですけど、子供の時赤いですかね。めっちゃ深かったですわ。ずいぶん変わってしまいました。あの甲子園に入ってくる橋も木の橋でしたね。ゴルフの練習しようと。シオン島、昔ここに甲子園って書いてなかったかな。50年前にはすでにありませんでしたね。50年前にはその送電線の塔はありませんでした。いやー、ここもめっちゃ深かったんですがね。甲子園の中心で一周回ってみた。
3そして目が回った。ダララ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 、まだあれですかね。地震の被害を調査してるんですかね。